Welcome to Superstar Channel. はい、じゃあスーパースターチャンネルへようこそ。今日はなんと2月9日肉の日。ああ、それで肉っつったの。いや、タッキー思ってくれるっつうから今日。おめでたいメールが届いたそうじゃないですか。あー、見る？これドッキリじゃない？見る見る。あー、見ましょうよ。今日こう朝こうチェックしてて、はい、写してもいいんだけど、変な迷惑メールも多いんだけど。ああ、まあ出会い系ばっかやってるから。いや、まあいいんだけど。はい。ね、こうなんか来て。あ、はい。10時。いやー、これ、あ、そう、10時47分に来て。はい、いやー、これ何、ダメでもメール聞くとつったっけなーと思って。はい。で、来て。申請の件。あ、これダメかーと思って。もう、承認がありました。あ、まあ早くお金振り込めと。でもこれ BCC って書いてあるから、うん。OK の人には全員送ってますよ。じゃあこれで来なかった人はダメってこと？基本的には難しいかもしれないですね。BCC って何？ブラックカーボンコピーって、もうあのみんなのこう送る先をずっとパーって入れて一斉送信するんですよ。うん、え、あれ、ね、もしかしたらじゃあ俺のところの間違えちゃって誰かこうやってて、こうやってチェック、こうやって、あ、ラッキーライセンス料もらっとこうみたいな。あ、誰だ送ったのみたいな。え、あれ誰これみたいな。あのモティーズカラーのソーラです。モティーズカラーのソーラです。そう MSC をスポンサーしてるモティーズの色にしてある。あ、なんか俺がなんか金払ったみたいじゃん。なんか裏口入学じゃないですか。違う。そういうことはなんか一切できないみたいで、僕も出れるなら出たくて、はい、まあでも一応ね、一の年間でエントリーしてるんですよね。そうで、もしでこれでダメなら、はい、もうやめようかなと。あ、ドリフト、ドリフト、おお、もう車屋さんの専念と、はい、あとタッキー専属で今年1年はギャラアップで、はい、ああ ノーギャラで。いやギャラアップで。それもライブで皆さんにあのちょっと物申してくださいよ。何を？僕のギャラくださいっつって。いやみんなからもらう。僕はタッキーから巻き上げるんで。巻き上げるんで。もうね、二次会もお金出さない。はい、でもそれは自分で勝手に出しちゃうわけですよ。もうパフェばっか食べるから。そこね、なんだっけ、ライセンスの申請料金が、はい、22,000円で。22,000円。内訳が税込みで年間ライセンス料が16,500円。はい。まあ15,000円だね。はい。で、ライセンスの発行料が5,500円。まあ、5,000円。カード代ってことですね。そうですね。はい。で、あと、写真、顔写真。バストアップだって、バストアップ。変顔で。バストアップ。ああ、うん。ティッシュ。振り込んでから、あ、レーシングスーツ着て。はい。僕まだその写真送ってないですよ。お金振り込んだ？お金振り込みました。10日以内って書いてあるよ。うん、早く送れって書いてあります。これでなんかまたパスワード入ってって。ああ、そうですね。はい。パスワードでなんかやって。でなんかわかんないけど、その後僕どうなってるか、あ、細かなんかね、出る車種とかいろいろいるんですよ。年間エントリーが優先されて、あ、そうですね。でも、スポットエントリーを受け付けますが、はい、年間でいっぱいになっちゃったら無理ですよってことですね。スポットエントリーの受付はできないっていうことは、スポットでも一応申し込んでる人にはそれは送られてるってことですよ。一応っていうことはやっぱりみんなに送られてるんですよ。一応一次審査通った人で、ここからなんだよね。またまあ、はい、レギュレーションに関してもう間もなく公開できると思うけど、みたいな、うん、レギュレーションの内容に関してほぼ D、フォーミュラ D ジャパンとレギュレーションが同等なものとなる予定ってことは、ロールバーなのか。ロールバーもそうじゃないですか。もうロールバーなダメだけど。45% に変えてこいと。はい。で、タイヤも買って。そういうことですね。もちろんタイヤ買わなきゃダメじゃないですか。ライセンスカードが来るのは時間かかると。その辺は僕のとこ来たのと一緒ですね。まあ、そうね。ってことですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。今日はパーティーですね。今日パーティー、滝沢さんのおごりでパーティー。参加費がどんどんそういうパーティーでみんな使って、パーティーで、金目くんも、いや、今日タッキー焼肉だと思ってくれるぜなんつったら、マジっすか。もうみんなで、僕は何だと思ってるんですか。そう、年間のエントリーフィーを稼ぐためにうっぷらい。ひどい。もう出たい人にからそれでひどいね。たまたまタイヤを扱うようになって、ああ、ちょっと宣伝があったらに出るかみたいな。で、宮坂さんがあのフォーミュラー D に出たいと。フォーミュラー D って大会があるんだ、まあ箕輪さんとこついてってましたけど、あ、でそれで M チャレ出るっていうから、ああ、じゃあ俺も、ああ、じゃあまあ一緒にお付き合いで出るか、まあゴルフの接待みたいなもんですよ。接待で、接待出たい人より先に、ああ、それ取れちゃいましたみたいな。ああ、そしたらなんか権利取れちゃいました。ひどいよ。だって去年、おととし、あれ？おととし？去年か。うん、あ、おととしか。唯一ですもんね。そうね、一人だけ。トップ4以外は。
で取れたな、ポイントで取れたの、ランキングで取れたのはタッキーだけだから。そうですよね、だって鈴鹿最終の鈴鹿ツインの前日にホームページが切り替わって急に条件が変わったっていう、俺からしたらああざまあざまあと思ってって思ったけど取れちゃったから。そうだね、もうね鈴鹿ツインでもう取れてるもんだと思ってたから、もう鈴鹿ツインいいや適当でと思って走ったら、うん、なんか予選通って、うん、で、まあ、走ったら次の対戦相手がスピンしてベスト8入って誰スピンした人ね。それで あれからね僕の人生は多分ね狂ったね。何を言ってんですか、去年フォーミュラに全然連れてったじゃないですか。いやいや全然連れてったって連れ回されたじゃん。パフェいっぱいおごって、そうギャラの半分ギャラを全部パフェ使ってそうそうそう二次会で使ってる。何しに行ってんだろうね俺。本当ですよねえ。まあそれがあって、そうだ下積み時代があって、そう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 、それでやっとモティーズカラーにしたことによってこのフォーミュラ D2 の権利が、あそこがそこもあるだかよ。まああるかないかわからないですけど、まあね、もうゴミみたいな車って言われたからね前の黒いの本当にひどいよ。僕はそこまで言ってないですよ。まあでも2年ぐらいねほぼほぼ全部出てたからっていうのもやっぱ評価のポイントには入りますからね。はい、それでまあフォーミュラ D2 ドライバーと、2って言わなければ一応もうフォーミュラ D ドライバーですから。2をちっちゃく言うのかい。略して略して FD ドライバーかっこ2みたいな。恥ずかしいね。でも2はでもプロじゃないからね。1だってプロじゃないじゃないですか。プロじゃん。プロってなんかその大会の賞金だけで食ってるようなイメージ、スポンサーとか。いやそうなんだけどやっぱ、うん、狭きもんじゃん。俺が取れなかったんだから。うん、どういうことですか。出たくてもやっぱ、はい、取れない人はいっぱいいるわけよ。まあそうですね。ね。まあでも今度権利取ったからじゃあ出れるかって言ったら、あまあまあそこからは、ね、今度また今度参加費払えるか。そうね。そうそう、だから何かをね、何かを抑えて、そうですね。何かに使うのか。うん、でもだからサラリーマンで出てる人たちは本当すごいですよ。さあどうやってやってんのね。そういうのもやっぱさ取材して。まあ、どうやってそのお金出してるんですか。そういうのはやっぱ聞いちゃいけないのかな。いやまあ答えられるならいいじゃないですか。俺はそういうの知りたいんやね。働いてますって言ってます。いやいや限度ある決まってるんだからそういうの。まあそうですね。これからなんかそうこういらないものね仲間でこうメルカリ。メルカリとかね。ヤフーオークションとかだ。フォーミュラー D メルカリで参加費を賄うみたいな。やっぱ自分だけの力じゃ無理じゃん。まあよっぽどですね。よっぽど、うん、よっぽど本当にああまあ今日100万儲かったぜとかさ。そうですね。会社経営者じゃないですね。ね、ないじゃん。まあまあこれで一応あのフォーミュラー D ドライバーカッコ2ですから。カッコ2ドライバーね。はい。今年の目標をちょっとやっぱりこうね、いやー予選は通りたいよね。まあそれが分かんないですもんね。まだ32で切るのか16で切るのかも分かんないですから。そうそう。16で切るとはちょっと厳しいよね。僕今の車の仕様じゃ。参加者20代かもしれないですよ。いやいやいや20代だって16で4人おっちゃうから。あ、そっちの方に入りたいですか。いや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 、まあ、目指すはだから来年のフォーミュラーでいいってことですよね。1の方が。1なんか出てないよ僕。なんでですか、そのためにずっとやってきたのに。あ、それはだから1年間こうやって YouTube の活動をしっかりやると視聴者の方々から、これ僕のチャンネルですから僕のところにも1回入ってきますよ。ああだから、まあ、自分そっから引いて7割引いて自分でやっぱそうやってその活動をやっぱこう広めていくって、ね、自分でチャンネルをやっぱやっていかないと。あ、自分でチャンネルを持つなってやってった方がやっぱりこの見たい人視聴者のいますよ。イエーイ寄せ寄ってぜみたいな。いやそういうのがいいのかな。ザマーとかそういうのが嬉しい。まあトントンいっちゃ面白くねえでね。トントンいっちゃまあ車はねもうパリッパリの650馬力なんで。そうね、はい、あとまあそうですね、足とタイヤと、タイヤはまあもうワンネックだからしょうがないですけど、ね、俺一回も履いたことないけど。ちょっと買ってみますか。市場で買うと多分4万円ぐらいしますよ。そこで挟んじゃん、挟んやばいね。一回履いてみて同じようなグリップのねアジアンタイヤがあれば、ああじゃあそれで練習かってなります。どのぐらいトレッドウェアどのぐらいなの？あれ 08R が、あ、そう、180かな、180から200ぐらいの間だと思いますよ。うん、まあ、あとはそのねショルダーの硬さでパリッとしたタイヤなのか、あ最近のねドリフトタイヤやっぱぬるっとしてるんで、いやまあ出るのは決まってるんで。え、わかんないじゃん、これでまた、ね、年間じゃん。あれフォーミュラでいくらだっけ、ライセンス料。ライセンス料は3万3000円です。1万円安いだけ。そうですね、はい。じゃあ年間は、年間は55万で、今年6000だから66万円かもっていう話はしたんで、
そうするとまあ40万ぐらいじゃないですか。ライツ何くらい？ライツは20万ちょっと。ああ、そのぐらいがいいね。いや、なんかライツいいっすよ。レギュレーションも結構厳しいからあんまりいじっちゃいけないです。いじれない参加費ほどほど、はい、なんで僕も罰金感が必要じゃん。まあまあまあ、あっちはね、あっちはそうですね。まあ楽しみですね。楽しみだね。予選は通りてえな。あー、ちゃんと YouTube でやりますよ。放送されるのかな。あ、でも共同開催の日はやるんじゃないですか。機材班入ってるからフォーメラディの単発の時はどうするかだけど。スーパースターチャンネルで、スーパースターチャンネルちょっとあれですか、フォーメラディサポートして、うちでじゃあ公式で、公式でどうすかって。こんなちっちゃい携帯カメラ1個で、ね、カメラがダメだみたいな。まあ今年も1年間ね、ちょっとライブで1と2を追うと、1と2を追うとと M チャレを、 M チャレは行かないかな。まあ出る人いたら、まあのんちゃんが出るなら行くかな。あとライツと地方戦と、あとうちの客が出る。誰ですか。水谷。ああ、じゃあまあいろんなところに今年も出て、僕はそれを追いかけて、まあとりあえず今までの実績が評価されたということで、まず一定のね、最初のラインはクリアできたんで、あとはもう年会費払っていただいて。年会費払って。はい。車が提供するか。車はでもロールバーは、猶予入れるようなこと、この前ラビさんは言ってましたけどね、入れた方がいいんじゃないのかってやっぱ。だよね、みんながみんな。はい、そう、みんなみんな45じゃないし、それね、まあ半年前とかから言うならわかるけど。でも、1の人たちが仮に、ああ、じゃあ俺2でいいわ。で降ってきたら終わりだよね。2でいいわって人がいるかどうかちょっとよくわかんないですけど、なんでわざわざ降りてくるのかな。1で下にいるより2で上の方がどう。でも1にいた方がいいの、わかんないけど俺そういう。いや僕2なら出ないですもん。さすがにね、他社のタイヤでちょっとあんまり。まあまあまあね、はい、それかなりもあるよね。まあ僕は特にあるんで、はい、みんなあるよね。まあみんなあると思いますよ。まあ気にする人としない人と。うん、写真はいつ撮る。何のですか。あ、もう撮ったか写真。あ、ライツの方は送ったんで、まあ、あ、もう撮ってあるか。撮ってあります。ただちょっとふざけて撮ってたんで。あ、俺もちょっと撮らなきゃいけないんだよな。撮って送んなきゃな。ああ、自撮り。家じゃ撮れないじゃん。なんでですか。いやいやいや、あんまり、あんまり、あの酸性じゃない。ああ、そうかそうか、バレちゃう。アルカリ性ですね。何この写真。何する。何を怒られちゃう。思われちゃいますね。まあ一応ね、夢には一歩近づきましたね。かなり近づいたな。はあ、やっぱモテずからにするもんですね。なんか俺が金払ってみて、やだ、金は払ってる、あれは払ってないけど、まあオイルは買って、ね、オイルは買ってますからね。はい、あ、いやでもいけるのかな。何ですか。いやいや、その走りがさ。出るのにこんなこと言ってる時点でちょっと どうかと思ってますけどね。いやまだ早い、よくあるじゃん、いやまだ早いなとかさ。いいんですよ、早くて。早くていいの。はあ、僕なんてだってフォーミュラ D のレベルじゃない、全然ないのに出てるんですか。ああ、でも乗れてるじゃん。まあまあまあ、いきなりさ、おかくとかすげえじゃん。まあまあ、それなりの腕はあるんで。言うね。言うんですよ、もうやっぱね。すごいよね、だって走ったことないとこさ、走ったことないスピードでしょ。あ、そうですね、いきなりだって 2J でしたからね。2J、CK したらね、勝手に変わってる。すげえよな、お前上手いんだね。あ、そうですね、元がやっぱり持ってる、はい、持ってたんで、スロットルも引っかかってブーブーって。これでも乗れちゃうんだから、と思って。プロだね、やっぱプロですよ、やっぱフォーミュラー D ドライバーですから。肉かい、今日。え、この時間から、この時間から行く肉屋ってスキヤのことじゃないですか。え、なんで。カルビ大将。カルビ大将ありましたね、そんなの。